ラファエル・キルヒナーは、オーストリア生まれの画家、イラストレーターである。アール・ヌーボーのスタイルやピンアップのスタイルで女性を描いた。ウィーンで生まれた。ウィーン美術アカデミーで、絵画、彫刻、デザインを学び、パリやロンドンでも学んだ。1900年に、パリに移り、雑誌、ラビ、パリジェンヌ、ラビパリジェンヌや、書籍の差し絵画家として働いた。 ラビパリジェンヌはエロチックな写真絵を特徴とする雑誌であり、キルヒナーはこの雑誌の主要なイラストレーターの一人となった。日本趣味の一連の絵画、芸者なども描いた。アール・ヌーボーの画家、アルフォンス・ミューシャやカーロイ・ヨ者ジャと交流し、ヨ者ジャとは絵はがきを共同で出版した。第一次世界大戦が始まると1914年に、キルヒナーはアメリカ合衆国に移り、 1917年に亡くなるまでアメリカで活動した。オーストリア生まれでメトロポリタンオペラの美術監督を務めたジョゼフ・アーバンに劇場プロデューサーのチャールズ・ディリンガムと舞台監督のフローレンツ・ジーグフェルド・ジュニアに紹介され、ニューヨークのセンチュリー・シアターの室内装飾の仕事や衣装デザインの仕事もした。中水炎の手術の後にニューヨークの病院で死去した。42歳であった。 ありがとうございます。